どうも今日皆さんお忙しいところありがとうございました。お忙しいところどうもありがとうございます。賭け問題について、法律家としての国会質問状と要望書の提出について記者会見したいと始めさせていただきます。で、私はですね、弁護士の中川重則と申します。後で名札を刷ってきたの、名札って言いますか、名前のがありますので、ちょっとここ出しておきますので、今日司会をさせていただきます。こちらが弁護士の加藤さん、そして、安沢、岸本、熊沢というふうになります。で、最初にですね、今回のアクションの共同代表である安沢和幸の方から、ご挨拶と趣旨について簡単にお話しさせていただきます。よろしくお願いします。今度の今日発表する趣旨は、もし文科大臣において8月下旬と言われる、加計学園獣医学部の認可がされることになれば、それは違法な処分によって何百億とも言われる国費が、そして公費が乱費されると。この不正義を法律家として座して見ているわけにはいかないと。これが私たちの問題の中心であります。前川前事務次官によって公正な行政の運営が阻害されたということが強調されましたが、私どもは違法であることを、このままこの事態が進めば違法であることを世に訴えたいと考えております。地方公共団体であれば別なやり方で監査委員会に対して監査請求によって違法な行為の差し止めができます。しかしながら国政においてそのような違法が行われるときにはそのような手段がないとなれば、法律家が違法であることを刻印、夜勤を押してですね、これに対して国会の再度の国権の最高機関による国政調査が行われ、そしてこのような違法行為が私どものアピールと皆さんの拡散と、それから国民の立ち上がりによって、これをこの不正義を止めなければならないというのが私どもの趣旨であります。さらに加えてもう一度強調したいのは、5月3日の安倍首相の会見メッセージに関連することであります。正しいことを言った人が冷ややかに冷笑され、怪文書だと言って記録された文書が葬られ、そしてこのような不正義がまかり通れば、まさにそれは、この葉沈み石が流れるという、誠に許しがたい事態になるわけでありまして、そのような人によってこの国の根本の平和主義、国民権、民主主義を決めた憲法の改正が発議をされると、メッセージについて、スケジュールについては若干の曖昧さが今兆しておりますけれども、基本的にはいいですか、基本的には2018年の12月までの間に改憲発議がなされ、国民投票が行くというこの
ケジュールについては全く変わりがない。なのにどうですか、内閣改造ごときで 20% 台にあった支持率が 35%、40% にも回復していると。これは誰の責任かと。なればそれはマスコミの皆さんがきちんと法人を張って安倍内閣の不正義を許すまじという法人をもし小沢一郎さんを追い落とした時のようにやれば、このような事態は来なかったわけであります。ならばこの不正義を徹底的に皆さんのペンの力によって糾弾することによって、この不正義、すなわち今回の賭け事件にとどまらず、このような政治家によってこの国の平和と民主主義が蹂躙されようとするこの重大事態に対して物手を挙げて奴らを通すなと、というメッセージを発したいというふうに考えております。ぜひとも皆さんのご鑑筆をお願いしたいと。詳しくはこれからこの違法問題について勉強した法律家、研究した法律家グループから発表をさせていただきます。はい、あずしたさんありがとうございました。それでは続いてですね、本日の質問状と要望書の内容について、説明をさせていただきます。今あずさからお話がありましたように、この間の核問題の進行がですね、法規範に反している。2つの法規範を考えています。石破四要件、閣議決定たる石破四要件と学校教育法に関わる文科省告示認可の要件、この2つの点から分析をしました。メンバーの加藤啓二弁護士の方から説明をさせていただきます。はい、私加藤からご説明をさせていただきます。説明に入る前に皆さん、お配りした資料のちょっと確認だけさせてください。当方お配りしたまず資料の1つ目が質問状要望書というものですね。でこれから私はこの2つについてお話をさせていただくものです。でそれにあたって時系列表、この間の家計学園問題に関して、事実関係をまとめた時系列表というものと、日本最高戦略改定2015抜粋と書かれた、今中川弁護士が石破4要件と申し上げた、丸14、獣医師養成系大学中ポチ学部の進出に関する検討と書いた A4 の資料1枚、そして縦書きの文部科学省関係国家戦略特別区域、運動関連告示ですね、というものが縦書きのもので1枚入っているかと思います。そして最後の1枚が最高裁の平成19年の判例と平成27年の判例について、こちらの方でまとめたペーパーが含まれているかと思います。足りない場合にはお申しいただければお渡しさせていただきたいと思います。では私から中身に入らせていただきます。ここ最近連日にわたって家計学園の問題について報道がなされています。その中には行政の不公平さであったり、安倍総理がいつ学校法人家計学園の申請の事実を知るに至ったのか、こういった観点から報道がなされていますけれども、私たちは違法な点があったのではないか、違法性があったのではないかと、このような点から問題提起をさせていただきたいと思います。皆さんご承知のように、数十年にわたって日本では獣医学部の新設ができないことになっておりました。でそれは文部科学省が告示という形で定めておりました。正式な名称としては大学、大学院、短期大学および高等専門学校の設置等に係る認可の基準、大学、大学院、短期大学および高等専門学校の設置等に係る認可の基準という、こういう告示がございまして、その1条4号というものによって獣医学部の新設は一律にダメですよと、このような規定になってございました。けれども平成25年に国家戦略特別区域法と、こういう法律ができまして、この法律によって愛媛県今治市においては一律に新設を行わないと、このように定めた1条4号の告示は適用しませんよと、このようになったという理解でございます。今私が申し上げたことを時系列表と合わせてお話をさせていただきたいと思います。時系列表というものをちょっとお手元に出していただきたいんですけれども、平成の28年の
1月の29日に今治市が国家戦略特別区域に指定されます。そしてその後、どういった規制改革事業を行うべきかという議論が重ねられて、28年11月の9日の国家戦略特別区域諮問会議にて、今治市で獣医学部を新設することができるよう必要な制度改正を行いなさいと、こういったことが定められました。そしてそれを受けて平成29年の1月の4日に平成29年内閣府中ポチ文科省告示第1号というものがあります。これによって国家戦略特別区域計画法8条の認定を受けた場合には、先ほど私が申し上げた大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準1条4号を適用しませんよと、このようになったというふうに理解をしています。そして29年の1月の20日に、今治市に獣医学部を申請することを内容とする区域計画が内閣総理大臣の認定によって、起こったと、この理解でございます。この流れによって、先ほど来から私が申し上げている大学の認可の基準1条4号が適用されないということになりました。もっとも、実際に大学を設置するには、この1月20日の区域計画の認定だけではなくて、文科大臣が行う設置認可処分、これが先ほど安澤弁護士が申し上げた、おそらく8月の下旬に行われるであろうと、このように報道されている、設置認可処分を受けなければ、大学の設置認可はできません。でところでですね、平成の27年の6月の30日に日本最高戦略改定201号というものが閣議決定されました。つまり獣医師養成系大学学部の新設を行う場合には、こういったことについて留意しなさいよと、遵守しなければなりませんよと、こういった要件が定められたわけでございます。これが石破4要件と私ども呼ばせていただいております。そしてこの条件要件は閣議決定ですので、行政はこのルールを遵守をしなければなりません。けれども、ならないと。ですから29年の1月20日に行われた区域計画の認定や、今月下旬に行われるであろうと報道されている設置認可処分をするに際しても、石破4要件というものは遵守されなければなりません。でさらに設置認可処分をする際には、石破4要件だけでなく、大学、大学院、短期大学、高等専門学校の設置等に係る認可の基準の第1条の1号と2号、獣医学部を一律に新設してはいけませんよと書いているのが1条4号ですけれども、1条の1号と2号、この2つについても設置認可処分をする際には、気をつけなければいけない、遵守しなければならないと、こうなっているわけです。私たちが公表されている具体的な議事録や、さっきの閉会中審査のやり取りなどを確認させていただきましたけれども、この石破4要件というものを検討している形跡というのは伺い知ることができないと私たちは考えています。文科省は今までのワーキンググループの中で、石破4要件は満たされていないのではないか、このような姿勢を述べているのに対して、石破4要件を積極的にこれは認められているんだと、こういった積極的な具体的な検証、検討といった記録は、私たちが調べた限りでは発見することができませんでした。もし仮に石破4要件を何の吟味せずに、1月の20日の区域計画の認定であったり、今月の設置認可処分、こういったものが行われるんだとすると、それは最高裁の判例から違法性を帯びるのではないかと、私たちはこう考えています。最高裁の判例については配布資料をお配りしておりまして、後で岸本弁護士にご説明させていただきます。けれども、ずれせよ、29年の1月の20日の認定、8月の設置認可処分においては、石破4要件と大学等の認可の基準と、こういったものを考慮する必要があるのだ。私に申し上げたこのような視点から、文科大臣宛に、今月に行われるであろう設置認可処分について、石破4要件と大学の設置認可の基準、1条の1号、1条の2号をきちんと遵守してくださいねと、きちんと検討した上で大学の設置認可処分を出すのであれば、大学の設置認可処分を出すのであれば設置認可処分をしっかりしてくださいと、こういったことを要望する要望書を作成いたしました。そしてもう一つが、内閣総理大臣と規制改革担当大臣宛に、石破4要件についてどういった検討をしたのか、どういう検討を経て平成29年の1月の20日の区域計画の認定に至ったのかということについて、質問を求めると、このような質問状を作成いたした次第です。質問状についてはもう1点だけ、石破4要件との関係性ではなく、もう1点だけ質問を加えます。区域計画の認定においては、国家戦略特別区域法8条7項という条文があるんですけれども、その中で認定をするには、区域計画の認定をする際には、
国家戦略特別区域基本方針というものに遵守していなければならないんですけれども、その中で諮問会議に付議される審議事項については直接の利害関係がいる場合にはその審議や議決には参加していけませんよと、こういったことが書かれております。それにもかかわらず29年の1月の20日に行われた国家戦略特別区域諮問会議にて安倍総理が審議に関わっておりますから、その点についてなぜ参加したのか理由を求めている、こういったことも質問状に記載しております。私が申し上げた話は要望書と質問状の冒頭に初めにという部分がございますので、その部分を合わせて参照いただければと思います。私からは以上です。じゃあ続いて岸本さんの方から引用した判例などの関係ですかね、お願いします、はい、安倍御所の岸本でございます、1枚用でお配りした、最高裁判例が2点、記載されている、書類を、ご覧いただきながら聞いていただければと思うんですが、今回の、認可処分なり、まあ、それに前にある認定取り手続きの、まあ、違法性を考えるにあたって我々が影響する最高裁判例として平成19年の12月7日と平成20年3月3日の判決をが影響できる判決だと我々は考えています。まず1点目の平成19年判決についてなんですが、まずこの判決内容についてざっとご説明しますと、これは行政庁が処分するのにあたってはさまざまな事情を考慮して、まあ、いわゆる裁量といわれる幅が認められるわけなんですけれども、そういう裁量処分の違法性を考えるにあたって裁判所としては、まあ、その結果としての統符と、まあ、内容の統符とというんですかねに着目するのではなくて、まあ、さまざまな事情を考慮してする処分であるから、まあ、内容の統符とではなくて、まあ、当然考慮すべき事情をしっかり考慮しているかであるとか、もしくは、まあ、法律の趣旨である等からして当然考慮してはいけないでしょうと、そういう事情を考慮しているであるという判断過程に着目して違法性を判断すると、示した判決でございます。これを本件に、まあ、当てはめるとすればですね、いわゆる先ほどの石破4要件というものが閣議決定されて、活字になってさらに、まあ、公に、まあ、一般的に公開されているわけですから、まあ、しかも石破4要件をどうするかということに関してワーキンググループでも少し議論があるというような議論もあります。そうするとそれを自分検討せずに処分をした場合にはこれは考慮すべき事項を考慮しなかった処分として、まあ、今月末行われる認可処分が違法、裁量権の逸脱乱用があるものとして違法となるのではないかと考えます。で次に、平成27年判決についてですが、まあ、この場合仮に、まあ、石破4要件は、まあ、考慮しました、一定程度考慮しましたという場合においても石破4要件をじゃあ満たしていたのかどうかということを問題にしてこの判決を引用するというふうに我々考えております。でこの最高裁の平成27年の最高裁の、説明としましては、こちらはですね、まあ行政庁の内部的な基準、いわゆる法律、法令ではない内部的な基準がある場合に、それに従わずに、その内部的基準とは異なる処分をする場合には、その処分は、まあ、違法になりうるということを、示した判決でございます。この判決は、まあ、この判決で、言及されている行政内部の基準というのは、行政手続法12条1項に基づく処分基準というものではございまして、まあ、本件とは明確に事案を同一にするというわけではございませんが、本件でも石破4要件は先ほど申し上げた通り、閣議決定され、まあ、一般に公にも公表されているわけですから、それに行政庁が判断するにあたっても、石破4要件を満たさない処分については、やはり、違法になると、この判決に従えば違法と理解することも可能なのではないかと我々は考えているという次第でございます。判決の説明については、以上でございます。はい、ちょっと中川の方からまとめで補足をさせていただきます。今お話ししましたようにですね、私たち
この獣医学部の新設については本来守られるべきである規範が2つあるというふうに考えています。で、一つはこのお手元の質問状だとですね、5ページのですね、4ページから 5ページにかけてですけれども、最終的には文科大臣が大学に認可をしないといけません。学校教育法4条で認可をするということになっています。これは全ての大学についてそうなっているんですけれども、今まだこの手続きが残っている。でご承知のように審議会で審査をされています。そのルールとしてですね、文科省の告示というのが5ページにある。長期かつ安定的に学生の確保を図ることができる。それから人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的が人材の需要の動向を考慮して定められているなど社会の要請を十分に踏まえたものであると。これはまさに獣医学部をめぐって農林水産省は従来型の獣医師については需要は安定している、不足はない。じゃあ、ライフサイエンスとか何とかについてどうなのか、そこを、きっちり需要があるということを示してほしい。文科省は一貫して、構造改革特区の時代からこのことを言っています。しかしそれに対しては、一方的に、ごく簡単な試算を出したり、今治市の方でしていますけれども、それが本当に検証された、あるいは検証の結果共通認識になったという形跡がですね、各種議事録で、全くない。去年の11月9日になって、もう関係省庁も同意をいたしましたという、突然そういうことになった。その直前の会議までは文科省は、石破4要件に沿ってですね、あるいはこの1号2号の趣旨にも合っているわけですけれども、そう本当にそういう需要があるのか、あるいは既存の大学でできないのかをきちっと、チェックすべきだと。なぜなら乱立すれば学問の質、研究教育の質に、揺らぐ、あるいは受験生、学生が、多額の費用を払ってですね、非常に質の低い、教育をですね、押し付けられる、被害を被る。そしてひいてはこの告示が、文科省の告示がですね、制限をしていたのは医師、獣医師、歯科医師、船舶職員です。いずれも国民の生命、安全、安心に関わる職業、その水準を維持する、そこが揺らぐということがあるから、こういう、規制がありました。でその規制を外すのであれば、きちっとその必要性、今の大学ではダメなのか、他の方法ではどうなのかがチェックされるべきだと、ある時期までは文科省そのことをきちっと言ってきたと私たち認識していますし、そのことが、2つの規範と言いましたけれども、石破4要件、そして、学校教育法に基づく告示ですね、その、具体化されているというふうに考えています。その趣旨だというふうに考えています。ですので、一つはすでに内閣総理大臣が1月20日に認定をしました。区域計画の認定をしました。それが違法であるということを、違法ではないかということで、質問状を作ってますけれども、今まさに審議を行われているですね、大学の設置の審議会、そこが告示の1号2号、そしてそれをその趣旨を踏まえて、いると位置づけられる、石破4要件についてですね、厳正に審査をすると、そこをですね、きちっと要求する必要があるというふうに思って今回の要望書を作っています。で詳しくは申し上げませんけれども、要望書の要望書の中にはですね、要望書の7ページ以下ですかね、石破4要件、これをめぐっていかにですね、きちっとした検証が何らなされずに突然結論が出てしまっているかということを議事録に沿ってですね、書きました。書いてあります。でその過程では
安倍内閣総理大臣が国家戦略特区諮問会議、この特区制度の司令塔として位置づけられている会議ですね、そこに毎回出席をしていて、その安倍総理の前で今治市に獣医学部を作るということで議論されています。でもちろんそれが賭けなのかどうかということを知ってた知らないということをですね、国会では、ちょっと問題になったりしていますけれども、少なくとも客観的には安倍さん親密な関係にあって、その賭けが滝学園が申請をしていて、もう2009年ぐらい2007年ですかね2007年から獣医学部作ろうとしていて、そのことが司令塔たる諮問会議、安倍さんが出席しているもとでですね議論される。そして安倍さんは、例えば24回の会議などではですね、その全般について議論されたこと全般についてですけれども、もうできるだけ速やかにやると、法律でやらなきゃいけないものは法律で、法律が必要ないものについてはもうどんどんやるんだと発破をかけて、で11月の25日の会議でですね、前回安倍総理から指示がありましたので関係省庁と調整をしました。その結果獣医学部新設については、規制改革のメニューに挙げますと決定しますということが、まあ決定をされています。これは、国家戦略特区の基本方針、これも閣議決定ですけれども、審議の中立性公正性に特に留意しないといけないんだと、国会の関与なしに、規制をどんどん外したりということができるわけですから、それを強調しています。で利害関係のあるものについては、議員については外すと、退席してもらうと、そういうことまで例としてですけれどもね書いてます。でこの審議のあり方がやはりこの基本方針の趣旨に違反しているんじゃないか、そのことも質問状の中に書いております。で先ほど申し上げた2つの規範に反しているという実態の問題とですね、それから今言ったような、利害関係のある安倍首相が座っている前でですね、それがどんどん進んでいく、安倍首相は葉っぱをかけていく、その審議の手続きの問題相まって、やはり1月20日の総理大臣の内閣総理大臣の認定というのは違法、免れないんではないか、そしてこのことを踏まえてですね、大学の審議会のですね審査なされなければならないというふうに考えているということです。以上です。一言だけ、ちょっとさっきでかい声出して失礼しました。一言だけちょっと繰り返し重複になりますけれども、よく岩盤規制を突破するんだという言葉が使われていて、人々テレビや新聞を見ている人々は何かその既得権益を守るために強い岩盤規制があって、それをぶち抜くんだからいいことをやってるんじゃないかというような受け取り方がないではないですね。ところがなぜもともとその規制があったかといえば、それは重大な法益を守るためだったわけですね。質問状の5ページに、書いてありますが、もともとこの学校教育法の医師、歯科医師、獣医師、船舶職員については一律に新規の設置を行わないこととしていたわけですが、それは一つ一つのこのここに挙げられている職業を見ると、全部国民の生命健康にという重大な法益に関係のある規制なんですね。だから その人たち、その職業の人たちを育てるには水準の高い教育が行われて大丈夫だと、この学生を育て上げれば、このような職業についてもらっても大丈夫だと、そういうような教育がもはや今までのところで満ち足りているんだから、新たなことをやると乱立によって質が落ちるんだと、だから新設をしないんだということがあった。それを解くにあたっては
繰り返し言われている1倍4要件という需要があるのかとか、水準が大丈夫なのかとかいう、検討をするんだということになっているわけですね。そこのところがよく人々にまだ理解されていない、原則と例外がひっくり返って、あたかもその元の規制がですね、不正義であったかのごとき、流れが、理解の流れができておりますので、そこのところをぜひきちんと解いていただいて、ではそれをと、原則を解くにあたっての例外を許す審査が行われたのか、いや行われていないんじゃないかというあたりを分かりやすく伝えていただければありがたいと思っております。よろしくお願いします。はい、私どもの方からは以上でございますので、もし質問があればお受けしたいと思います。お願いします。すみません、はい、毎日新聞の平塚と申します。質問状および要望書なんですけども、今日どういう形で出してきたかっていうのもともと文部科学省には提出にしに行こうというふうに思っていまして、文部科学省に提出できれば内閣府の方にもというふうに考えて、それぞれの官庁とアポを取ろうと連絡をしていたんですけれども、文部科学省の方から現在もう審議会の方でスタートして審議に入ってしまっているため、接触ができないというふうに言われてしまいました。で、最初の担当者の人たちが忙しいのでということでおっしゃられたんですけれども、一回に来ていただいて渡すだけでも構わないのでというふうにお伝えしたところ、審議中ですので民間の方、一般の方、その関係者の方含めて一切受け取り等は行っていないし合わないようにしておりますということでしたので、それは仕方がない、厳正に審査してくださいということで分かりましたということにしました。で、それに伴って内閣とも少しやり取りはしていたんですけれども、じゃあ両方とも同じ形で郵送でということで、本日書き留めで郵送をしております。もう一回言うのところ、設置審からは拒否されたということですよね。文部科学省自体に、大臣宛てでというふうにお伝え、大臣宛てでどなたか担当の部署の方で受け取っていただけませんかということで伝えたところ、文部科学省自体として受け取れませんということでした。文部科学省が拒否をした。はい、拒否されてしまった、はい、渡せてないということですか。直接渡すことはしておりませんので、郵送で、なので、まだ発送をしたというところなので、到達はしていません。じゃあ、整理すると、文部科学省と内閣府には、本日郵送したと。はい、そういうことです。検証がなされた形跡はないということと、あと国家戦略特区区域基本方針の中で、利害関係者、直接の利害関係者は審議に入ることができないというこの2つがあって、この処分が違法なんではないかという、そういうご主張だということでよろしいですか。でも、もう主張としては違法だという主張ということですよね。違法の可能性があるというか、合理的なことがなければ違法と考えざるを得ないということです。少なくとも公表されている重力関係を見ると1倍4要件などを積極的に検討している形跡は見られないと。さっきの閉会中審査の山本大臣の答弁などでは1倍4要件を検討していました、検討しましたということがございましたけれども、少なくともこれだけ文科省が満たしていませんと言っていることに対して、
じゃあどう満たしているのか満たしていないのかということについて積極的な検討がないことをもってして、まあ、我らは検討されていないのではないかというふうに考えております。まあ、あの議事録等を審議の過程はできるだけ公表するんだということを基本方針にも書いてありますし、再三おっしゃってますので、公表されているものに基づいてですね、判断をすればもうこれは限りなくもいいこと判断せざるを得ないということですね。すみません、そうすると違法だというのは何に違反したかというと、その学校教育法であり、あと閣議決定された一番4要件ということなんでしょうか。一応確認です、ね、はい、この中にちょっと書いてあります、まあ、おっしゃる通りなんですけれども、閣議決定はですね、内閣総理大臣それからはじめ内閣のメンバーを拘束する内閣法で、規定がありますので、その閣議決定に反しているということですね、一つはね。それから引いてはその既になされた認定自体も学校教育法に基づく文科省の告示なんですけれども、その告示の1号2号それを満たしていないというふうに考えています。で、今なされている審査、大学設置学校法人審査会ですかね、その審査についてはそこを厳正に改めてきちっとやるべきだ。手元に、左肩に学校教育法で始まる資料をお配りしております。学校教育法、それから認可の基準、日本国憲法、内閣法とありまして、憲法73条では、内閣は他の一般行政事務のほか、他の事務を行うとあり、その1号に法律を誠実に執行し、とあります。法律に基づく執行が行われなければならないところ、内閣法ではですね、第4条、内閣法第4条で内閣がその職権を行うのは閣議によるものとすると。そうすると、一番四要件というのは閣議決定になっているわけですから、その閣議決定に基づいて、審査した形跡が、ない以上、内閣法に違反するということになります。すいません、ちょっとさっき不正確だったので、内閣総理大臣の認定と今後の審査の問題があって、内閣総理大臣の認定について今安住さんが申し上げたように、閣議決定たる石破4要件の違反の問題で、今後の審査については、学校教育法の告示と石破4要件両方がチェックされるべきだと、そういう整理をする。すみません、ちょっとすみません、重なってて恐縮なんですけども、誰がその違法だと、こういう場合、首相なのか、それとも、あるいは内閣府の人たちなのか。内閣総理大臣が国家戦略特区法8条で区域計画を認定をするという行為です、手続きがある。でこれ1月20日に出されて、その認定がされると、規制緩和の特例が発効力に発して、その獣医学部を作らないというその今までの規制がですね、外れるんですね。そういう仕組みになっています。でその内閣総理大臣の認定が違法だということを言います、質問の。でこのまま文科大臣が8月に学校教育法の認可、大学設置の認可をすれば、その認可が違法になると。要望書の方はそういうことを念頭。
いません、テレビ朝日の外ですけど、山本大臣はいわゆるその4条件のですね、検証について行ったとしているってことなんですけど、それを開示しなければいけないなんかルール的なものっていうのはあるんでしょうか。ですね、今のに対するお答えとしては基本方針の中にですね、先ほど申し上げましたように、公正中立にやるということと、公表するんだと、透明にやるんだということが閣議決定たる基本方針の中に書いてあります。ちょっとお待ちいただきたいんですけど、基本方針というのを、ちょっと後でご確認いただければいいと思いますけども、その7ページ6ページから7ページにかけて、運営に関する基本的な事項で、手続き的な公平とか中立性とか、あと公表するとか透明ということがですね、強調されています。ですので、このルールに違反をしている、で基本方針に沿っているということが、先ほど申し上げた認定の法的な要件になっています。基本方針に沿っているということが、特区法8条で認定をする、その1月20日にですね、認定したんですけど、その条件になっています。特区法の8条7項で、基本方針に沿っているということが書いてありますので、これは、この違法と、これを実行しなければ違法と。であと、実態的なことで言えば、こういうふうに公表してて、透明にやってるんだということで、盛んに強調されてますのでね、政府の方、大臣や安倍総理もですね。であれば、もし本当に公表しなくてやったんだということであれば、今、表になってないのはおかしいわけですけれども、それ出すべきです。議事録が要旨だというんであれば、全部出すべきです。24回、25回、あと27回ですと、この今治のことが審査されてね、それを4年後とかって言ってないで、例えば国会には全部出すとか、いくらでもやり方あると思います。それをすべきだと思います。ぜひ取材していただいて、自主的に出てくれば一番いいと思います。報道にもありましたよね。議事要旨には書いてないけど、賭けの人が2015年6月の、ワーキンググループヒアリングに参加してたことも助かったと思うんですけど、もしそういう重大なことが書いてない要旨だということであればね、全文を検証をきちっとできるようにするんだ。すいません、続けて設置審に関してなんですけれども、従来文部科学省の担当者などから話を聞きますと、設置審というのはあくまで独立した専門家集団による学校のいわゆるハード面であるとかカリキュラムであるとか、そういったものを見るものだということだったんですけれども、先ほどの主張だとそういった石破4条件のようなものが入ってもう見ないのはおかしいんじゃないかというのは主張に聞こえたんですけれども、文科省の説明だとそうではない、いわゆる石破4条件みたいなものも内閣府の、国家戦略トップの、諮問会議の方で行うものであって別物だというような見解だったんですけど、そこはグループとしては先生方としてはどういうふうに考えられているんでしょうか。はい、根拠はですね、この2つの規範と言ってるもののうちの認可の基準で、ちょっとその原文はちょっと資料で今日お配りしてませんけれども、大学院短期大学及び高等専門学校の設置等に関する認可の基準という、
これは文科省の告示なんですね。でさっきから1号2号とかって言ってる。でその本文1条の本文に、文部科学大臣は大学短期大学もろもろのねその、学校教育法4条の認可の申請があったときにその審査に関しては法っていうのは学校教育法のことです。学校教育法、それから大学設置基準、これはその教員の数とかね、まあそれハードの面を含めて大学設置基準、その他の法令に適合することおよび次に掲げる要件を満たすことを審査の基準とすると書いてます。でその次に掲げる要件というのが1号とか2号とか、1号は長期安定的に学生を確保できる、それから2号が社会の要請を十分に踏まえていると、それが2号です。で、4号にその、歯科医師とかね、医師とか獣医師は新設しないということが書いてあるんですけど、このこれらの要件を満たすことを審査の基準とすると、その文科省自らその告示で決めてますので、具体的な作業をどこで何やるかという、もう本当に細かいことあるかもしれませんけれども、その認可について、法律上ですね、認可していいかどうか、認可について諮問する、その答申を受けて認可の判断をするということですので、これが入らないという根拠は私はないと思います。もともと文部科学省の担当者などはここに書いてある条件っていうのを、まあ、今回平成30年4月の改革の、ものに限り、いわゆる国家戦略特区諮問会議の条件を満たした形で特例措置をしたんだというふうな質問をするんですけど、それだとこういった条件、設置の、基準っていうのをここは特例が認められるというお認識だったんですけど、そういうことはないという、はい、石破四要件が仮に満たされたら、満たされても外れるのは4号だけです。獣医学部作りませんと、獣医学部はとにかく作りませんと、その何て言うんですかね、その前提としてもう一律に、獣医学部医学部は作りませんという規定が排除されるだけで、告示の1号とか2号は関係ありません、関係ないというかそのまま残ってるんですね。そこは一つのポイントだと思います。でなおかつ、石破四要件の内容とこの1号2号を見ていただけば分かるように、石破四要件の内容というのはある意味1号2号をこう具体化をしたものなんですね。それを閣議決定で、やってるわけですから、それは当然石破四要件も念頭においてそれ充足するかどうかもチェックされる必要がある。で最終的にはその1号2号、これは今回の審査で、審査されない、審査しなくちゃいけない。で当然文科大臣もこの1号2号に本当に合致満たしているのか、それがあって初めて認可できるということだと思います。文科省側の説明だと1号2号っていうのがおそらくちょっと想像も入ってるんですけど、いわゆる石破四条件というものが満たされていれば、この1号2号っていうのも同時に満たされているっていう、かつその三大臣会見、この辺の需要っていうのはおそらく農水省の方で出すものだと思うんですけど、農水大臣も込みのところでやっているので、ここは特例を認めても問題ないという判断だったのではないかなと思うんですが、はい、そういうふうにやってしまったということだと思うんですね。石破四要件を見ていただけば分かるんですけれども、いくつかありますけども、その既存の大学学部では対応が困難という、例えば最後ありますよね、最後というか3つ目ですかね。で山本大臣なんかは国会で、今後の需要について数量的なね検討はいらないんだみたいなことを言ってます、ね、だけど既存の大学で対応できるかどうか、
困難なのかどうかをこれチェックしようと思ったらね、それは数量的に需要を考えないとね、2番目の要件について数量的に考えないとそれは不可能だと思うんです。まあそういう意味でまあ私はおかしいと思いますけども、そういうことも含めて、実態はちゃ少なくとも議事録に現れている限りはきちっと今言ったようなことを議論をして共通認識を作ると、あるいはまあ最後まあ決を取るということもあるかもしれませんけどね、そういうことをやっていないにもかかわらずやったことにして、でおそらく石破要因要件が本当に満たされていたらね、十分に満たされていたらかなりの確率でこの1号2号も実際は満たされるんだと思うんですよ。だけど今行われていることは石破要因要件がおそらく満たされていないにもかかわらず文科大臣も同意をしてしまって、内閣総理大臣が8条の認定をしてしまった。だから我々から言えばその違法なことをしてしまった、そこを問題にしているということです。両方の違法性ってやはりこの4要件っていうのがちゃんと検証結果っていうのを公に透明にされてないってところがやはり問題点というふうなご認識すると、はいはい、すみません、お配りしているものに文部科学省関係国家戦略特別区域法26条に規定する云々というのがあって、これが、2号の方で告示お配りしています。で、内閣総理大臣の認定があった時には4条1項すいません、基準の1条第4号の規定は適用しないということで最後に書かれていますので、これの話です。はい、ここでその告示の1号2号についてのことは触れられていないので、その1号2号については別途検討が必要だという話になります。ですね、質問状と要望書には別紙の賛同法律化の人数等については外しています。すいません、つけていないんですけれども、今日の提出時点で100名ちょうど100名ジャストです。でこの中には弁護士、あと法律の研究家、それからあと、まあ、数名ですけれども、それ以外の賛同家の方もいらっしゃる、合計の人数、共同代表のお二人を含めて100名ということになります。弁護士じゃない人も若干です。若干。今の細かいの法律の研究方は大学教授とかっていうわけではないですか。そうです。そうです。大学の現教授と元教授。元教授。すみません、質問状って回答期限みたいなので結構書いてますか。特に書いてはいないです。書いてはいないと思う。で、すみません、ここについてなんですけども、まあ回答が例えば万女子の行くものが来ないであるとか、あるいは先ほど認可されたら、まあ、認可は違法になるということをおっしゃってましたけれども、そういう場合に例えば 何らか法廷での、まあ、認可を取り消して提訴するとかちょっと分かんないんですけども、そういうことも考えておられるんでしょうか。現在のこの法律家ネットワーク の合意としては、そこまでやろうということを決めてるわけではなくて、とりあえず、とにかく非常に限られた、ね、時間の中で、国家戦略特攻という非常に難しい、初めて研究するようなことを研究して、で、要を指摘するというところでありまして、その後対応の仕方とか、内閣の総理大臣の今後の発言とかいうのを見てですね、
まあ、それをですね、今後検討していくということになると思います。はい、話しもあのもういろいろ話しているんですが、今日としたんですが、理解がどういうふうに置いてきなくて、この内閣総理大臣が、まず、福祉企業と認定もされているんですけど、これについてはその憲法違反であり内閣法違反であったということです。まあ、憲法で、その内閣総理大臣が要するに好き勝手なことをやっていいわけです。で、行政権が内閣に属する。で、内閣法で内閣のその閣議決定とか、そういう法則とか決まると。そういう憲法とその内閣法と、そのまあ全体として、一体として。質問の状態は、4要件をちゃんと議論してるんですかっていう質問をしているんだけれども、まあ、その質問の意図としてはそういう違法になるんじゃないかと思って質問したんです。はい、そうです。で、その要望書の方はこの審議会の方でちゃんと検討してくださいよっていうことだったんですけれども、これがその文科省の方で認定されるとこれは何の違反違法になるんですか。学校教育法4条のその認可の要件を変えている。はい、認可の要件を変えていることが、この要するに裁量処分を逸脱乱用である、それが違法なんだというふうに考えている。まあ、そうですね、何に違反したその決定なのかといえば、その学校教育法4条に基づく告示と、それから閣議決定で、まあ、その文科省の大臣の認可というのは、その認可処分というのは、まあ、学校教育法で決まっているので、それが違法になると、その行為が違法。よろしいでしょうか。あともし何かあれば個別でも お話をお受けいたしますので、どうも今日はお忙しいところありがとうございました。よろしくお願いします。